はい、オルガンライフです。今日はできる仕事術みたいな感じ。まあこれ私やられて食らったことなんですけど、まあある情報が来た。そしたらそこに新しい情報と古い情報がごっちゃに書いてあるんですよね。まあそれで古い情報を見ちゃって、それまあ私も注意力なくて古い情報を見ちゃって、そっちの準備をしてた。まあ問題ありますよね。これ、私みたいな勘違い、それを防ぐ方法あります。各側、新しい情報だけ書いておいてください。例えば何々のイベントについて日時が変更になりました。変更日は何日です。それでいいんですよね。よくなんか変更前、変更後、そう書く人がいますけど、そうすると日付が2つになるんですよね。そう、両方とも目に入っちゃう。あれ、あのイベントどっちだったかなって。あれ、18日、それとも20日。うん、そういうことがあるんですよ。だからドキュメント類、古い方は書かないでください。あ、そうだ、もっとひどいのがあって、メールが来た。そのメールの本文に18日と書いてあった。そうすると18日だと思いますよね。そしたら添付ファイルがついてる。それを開いたらスケジュール変更になりました、20日ですって書いてあるんですよ。なんじゃこれって思いますよ。これはひどすぎですよ。なんで新しい情報を添付ファイルで送るんだみたいな。これ古い情報を全く書かずに新しい情報だけをメールの本文に書いておいてください。あ、新旧混在してなくても、まああるブランドの会社、何々のイベントやります、日付と値段が書いてないんですよね。そして問い合わせた。そしたら添付ファイルに全部書いてあります。メール本文に書いておいてくださいって、そう思いました。まあそれは脱線ですけど、情報を更新するとき、できるだけ新しい情報だけを書いてください。そうすることによって混乱を防げますよ。人って悪くて、いろいろな数字見たくなくても覚えちゃうんですよ。もう書いた人が恨むぐらい、どうしてこれ守ってくれないんだ、どうしてこれちゃんと読んでくれないんだ、そう思いますからね。あと、どうして間違えるんだ。まあただ項目は1項目だと、まあそっちの方しかないじゃないですか。間違いようがないですよ。まああと、電話連絡があった場合、その場合変更の方だけを伝えてください。はい、21日に変更になりました、お願いします。まあ変更前の日付なんて必要ないわけですからね。まあほとんどの場合、変更前の日付だけを書いてください。これで間違われることないです。ということで、バイバイ。